着物でトライ。今日はねスポーツジムにやってきてみました。ゴルフ練習場に引き続き、東海林さんのお店にやってきてみました。まずはトレーニングの前にですね、着物でやってみたんですけど、インボディということで私の体がどうなってんのか最初にこう診断してから行ってみたいと思います。じゃあやってみましょう。どれも一緒です。右側に合わせて、はい、まず体重からやります。はい、じゃあ、はい、右側に親指を合わせて、はい、あとはマスクです。終了、はい、はい、降りていいですか。大丈夫です。あとは結果に差しますそれ今全部グラフで出てきますんで、スポーツジムにやってきて今測ってみたんですけど、まあ、とりあえず今の時点で感じてることは着物はめちゃめちゃ浮くっていうですやべえおっさん来たみたいな感じですね。だから、まあね、社長が隣にいるんで結構社員の方は温かく見ていただいてるんですけどご利用になられてる方はですね、なんかやばいの来たぞっていう感じでシーシーと書いてます。はい、すいません、お邪魔してます。はい、診断結果が出ました。さてさてね、なんか通信簿をもらう気分です。じゃあちょっと菅原さんに、はい、診断してもらいます。お願いします、はい、これ体重もう少し増えてもいいんじゃないか、うん、筋肉量を増やしていきましょう。筋肉量足んないね、はい、で体脂肪量はまあちょっと増やしましょう。あ、ねえな、ちょっと増やしましょう。で筋肉増やしましょう。そしたらもっと理想になりますっていうことです、はい、もう理想って書いてある、うん、そうです。ここど真ん中にあります、素晴らしいです。こちらですね。でもあれだよね、言い方変えればさ、車で言えばあの 1000cc の一般乗用車みたいなもんだよね。なんかそうです、よく、まあ悪くないけど馬力もないし油もそんなに普通だし、ビッツぐらい、どうなんだろう。あ、でも乗りやすいです。あ、乗りやすい、はい、うまいこと言うんだよ、ね、で BMI 体脂肪率も基準値ないですね、はいはい、あとお腹周りも分かります。え、お腹周りが乗っただけで出るの、はい、怖いねそれ。で内臓脂肪レベル、内臓脂肪レベルはすごい低いですね、はい、これ内臓脂肪5以下がいいんですよ。あ、そうですか、はい、なのでとてもいいと思います。基礎代謝量、基礎代謝量、はい、あ、基礎代謝2枚目です。ありそうだな、戦略、うわ、よろしくないね、よろしくない。今標準ところですね、ちょっと少ないぐらい、少ないな、これが欲しいね、やっぱね。そうです、やっぱここはやっぱ筋肉量に比例してくるので。すみません、ピークアボディというね、姿勢分析っていうのをさせていただくことになりましたが、着物じゃよくわからないということでちょっとですね、あらわになってみたいと思います。はい、ということで撮影してみました。いやー、結構やばいっすね。出てますね。出てますね。いわゆる、なんとかネックとかいうやつですか。そうです、それですね。あ、5年後を見てみます。5年後、はい。10年後、はい、どう。あ、そんなにこのままいっちゃうと、まあ、こうなり得る可能性がありますよっていうだけの話なんで、まあ、これを今現状把握をしてもらって、はい、まあ、ここからですね、どういうふうにして、まあ、調整していくのかっていうところが非常に重要な。あと先ほどの、体の中身とこの骨格を踏まえてどういうことするかっていう、アドバイスをいただけるということですね。そうですね、はい、なるほどなるほど。今測った姿勢分析の、はい、ピークアボディ、はい、という機械の結果を、ありがとうございます、説明していきます。はい、こちら見ていただくと、はい、この赤くなっているところ、はい、まあ、前面ですね、体の前側になります、はい、こちらが赤いということは緊張している、はいはい、筋肉が固まっているということなので前に引っ張られやすく、はい、なのでこの赤くなっているところをほぐしていく、伸ばしていく、なるほど、と、まあ、あの5年後10年後あのようにはなっていかないと。シリアスだねそれ。左の後ろ側ですね、はいはい、あとは先ほど話した僧帽筋とか、はい、肩甲胸筋、はい、肩甲骨周りですね、はい、この周りが筋肉弱っていると。弱ってる、なのでこちらを鍛える、で、あの肩甲骨周りを鍛えるとおのずと後ろに引っ張られるのが広がる。肩甲骨周り、じゃあ後ろの筋肉つけたいですね。そうですね、広背筋とか言われてみれば全然やってない後ろは。そうなんですよ、ほぼほぼ前だけ。
前から見てやっぱ鍛えたくもなりますし鍛えやすいですし、ね、ああ見た目も変わっていくのが分かるんで、だとあれですね、後ろ側の筋肉をつけるようなエクササイズをすればいいと。はい、あとはここをほぐす、ほぐす、なるほど、そういうことですか。やっぱあれですね、ストレッチがなかなかクローズアップされないと思うんですよ。なのでやっぱそのストレッチの重要性っていうのがすごくこれからはしっかり見直さなければいけないのかなっていうふうに思います。やっぱ体を鍛えることに意識が行きがちなんですけれども、やっぱ体をしっかりと緩めてあげるっていうことを、まあ日常にすることっていうのが非常に重要ですね。実は僕それ先月言われてるんですよ。あ、はいはい、とあるドクターに。あー、でもそこでうちにあるストレッチマシン、はい、マシンがあります。なるほど、それは本当簡単に楽に。着物着たままでも大丈夫ですか？全然できます。できます、できます。じゃあ早速、あります、それをやってみましょう。あと他にチェックするとこありますか、ね、チェックするとこですか。あとはありまして、これがそのさっきの姿勢に関して、はい、その姿勢から来るですね、日常生活の体調不良リスクですね。まあどこが張ってると、まあ例えば、頭痛になりやすいとか、はあ、腰痛になりやすいとか、なるほど、まあ、手足のむくみにつながるとか、まあ、そういった話が出てくるんですけども、布施さんの場合だと頭痛と生理痛もありますね。生理痛女性なんですけど、首終わったなこれ、肩周りがやっぱちょっと崩れてると。ただ総合点がですね、100点満点71点でですね、かなりいい。マジっすか。こちらはもう私初めて見ました、この点数。いや、またまた商売人みたいな、はい、私の診断結果から言うと、後ろ側をどうにかせえと、はい、あとは胸の前側を伸ばす、前側伸ばして後ろ側筋肉つける、はい、ということでやってきたマシンがこちら、ストレッチマシンのペックオープンというマシンになります。はい、この胸の筋肉を伸ばす、はい、筋肉です。はい、説明して、はい、やってみましょう。深く座ってください。で、足を乗せます。で、軽く踏んでいきます。すると前に出てきますので、そちらに肘を乗せます。軽く乗せてください。ここから足の力を抜いていく。ちょっと後ろにどん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 引っ張られて、ここの胸が伸びていく。いけるところまでです。無理しなくていいです。ここから少し踏んで、また後ろに踏んで、後ろに後ろに伸ばしていく。そうすると胸が開いて大胸筋が伸びていく。足で調整するイメージですね。手を乗せてるだけです。で、終わったら手を外して足で戻す。なるほど、はい、ではやってみましょう。はい、じゃあペックオープンというマシンをですね、着物でやってみたいと思います。だいぶ非常識な感じです。足を伸ばす。はい。で、ゆっくり。はい。はい。OK。軽く肘を持って、手をゆっくり足を伸ばす。はい、で、ちょっと前に出して、また後ろに足の力を抜いて伸ばす。これは行けるだけ行った方がいいんですか？そうです。無理はしなくていいんですけど、徐々に徐々にその繰り返しながら。肩甲骨動かせる機会ってあんましないから、なかなかいいですよ。ゴルフだけじゃなくて日常生活に働いてもするこんなもんでしょうか。はい、で、手を離してゆっくり戻す。はい、今度は背中を鍛えるマシン、アッパーバック、はい、説明していきます。はい、はい、こちらの方に座って、はい、胸をつけます。はい、で、握ります。はい、この状態から胸を離さないで、はい、床と平行に肘を後ろに引っ張る。肩甲骨最後寄せるようにいく。なるほど。ゆっくり戻して引く。で、引くときこう離さないようにしてつけたまま引っ張ると、まあ、肩甲骨の、まあ、両底筋だったり肩の後ろの筋肉鍛えることができます。なるほど、はい、早速やってみます。
胸を離さず、はい、でそこから後ろに平行に、そうですね、いいですね、私も手を肩甲骨で挟むように引っ張ります、結構そうです、そうです、そうです、筋トレの質としてはちょっとやったことない場所ですね。肩甲骨寄せる、なかなかいいです。早速、フィットネスチームでトレーニングをしてみました。いや、だからやったことない場所を鍛えると意外ときますね。そうですね、まあ、普段使わないところを使うと刺激が入るので、新しい刺激が入りますので変化しやすくなります。特に冬場ということもあるかもしれないけど、可動域が狭くなってるんで、やっぱストレッチという概念とかトレーニングっていう概念をこう新たにさせてもらうと、やっぱりこうまだまだ動いてないなということに気づきました。そうですね、今日やったのは動的ストレッチ、はい、動かしながら可動域を広げていくっていう運動だったので、はい、体も温まりますし、うん、もっと可動域が広がっていくっていう効果があります、ね、あ、ところでこう会員になるにはどういう会員コースがあるんですか。まあ、うちは月会費制でして、月会費、はい、はい、なのでいつでも来れるプランは、はい、まあ、9000円、1ヶ月、何日でもいい、何日、施設使い放題、使い放題、どこでも毎日使って、クルーバージョンじゃないやつもあるんですか。はい、平日のお昼だけ、平日昼だけ、はい、あとは平日の夜プラス土日っていうプランも。お試しはあるんですか。お試しはですね、まあ、デジタルとして2000円使えたり、はい、あとはそういったキャンペーン、イベントをすると体験を使えるでしょう。今日 お邪魔して感じたのは、会員になってやることもすごく大事なことなんですけど、自分としてそこに気をつけるという意識があるかないかというのが一番大事なことかなと思いましたね。そうですね、やっぱこういったちょっと体験しないとそういったところにも気づけないので、ね、やっぱこう日常の生活にこう没頭しちゃってるとかって言い訳だね。いかんね、いかん。今日は1月の上旬ね、皆さん心定めするにはいい時期ですよ。お前がやるって話だけどね。でもまあちょっとこれをきっかけにね、自分の体、自分の筋肉、自分の姿勢を見直す機会になるかもしれません。結論から言うと、スポーツジムには着物で来ない方がいいと思います。動けません。ただ来ちゃ悪いことないけど、皆さんの視線がね非常に熱くなるので、はい、何か来たら見たくなるので、スポーツするところにはスポーツ服装の方がいいね。そうですね、まあその辺がより常識っていうレベルになるんでしょうから。来てる時点では常識ないやつだからやべえな。まあでもいずれにせよ非常にこう楽しい場所で、楽しいスタッフさんが面白くやってくれるんで、物臭な方でも非常にこういい感じになるかと思います。じゃあ最後に一言、皆さんにメッセージを。そうですね、今おっしゃっていただいたように楽しく明るいスタッフがいますので、皆さんのモチベーションを維持できるような声がけをしながらやっていきたいと思いますので、ぜひエスポートでお待ちしております。ありがとうございます。はい、エスポーツさんに、お邪魔してやってみました。着物でトライ、トレーニング編でした。ありがとうございます。ありがとうございました。